あなたが目にする色はすべて自然界に存在します。動物、植物、鉱物など様々な色を帯びていますが、自然界の色の中で最も希少性が高いのは何色でしょう？色の希少性は2つの要素の影響を受けて生まれます。物理と進化です。まず色の説明から始めましょう。色は光の波長が物体と相互作用することで発生します。モニター画面以外で目にしたことがある色の多くは次の2つのうちのどちらかのプロセスで発生します。一つは光の吸収に起因し、物体に吸収されるまたは吸収されない光の波長もあり、最終的にそれ以外の波長が光沢のない色を発生させます。果物や花など自然界の色のほとんどがこのプロセスによって色を持ちます。植物は色素という化合物を多く含んでいて、太陽の光をエネルギーに変換する光合成の際に光の波長を吸収します。この色素は植物ごとに異なる進化過程で作られ、発生させる色に影響を与えています。エネルギーの弱い波長は吸収されやすく、強い波長は吸収されにくい特徴があります。可視光の中で最もエネルギーの高い色は青です。多くの青い光を吸収する色素が進化の結果生まれました。例えば自然界の象徴色緑を作り出すクロロフィルは青と赤の波長を吸収します。緑の光もかなりエネルギーが高く、一般的な色素は緑の波長も吸収するよう進化してきました。1100以上の種類を持つカロテノイドという色素はエネルギーの高い青と緑の光を吸収し、エネルギーの低い赤と黄を残す色素です。カロテノイドはほとんどの緑色植物に含まれています。秋になると冬に備えるエネルギー節約のため、クロロフィルが分解され、その時カロテノイドが目立ち始めます。カロテノイドは単独でも集結していても、ほぼ全ての植物において青の光を吸収します。青く見える果物や花にも赤や紫の色素がありますが、特定の化学的条件だけで本当に青くなります。そうなると自然界で最も希少な色は青？いいえ、まだ続きがありますね。もう一つのプロセスです。もう一つのプロセスでは、ある波長が散乱して増幅し、他の波長を圧倒して色を発生させます。このプロセスで誕生する構造色は、私たちの身の回りに可視光線と干渉するナノ構造を持った微小な粒子でできている物質が存在することにより誕生します。例えばこの鳥の羽には青い色素は含まれていません。しかし羽に光が当たると、羽のナノ構造内の電子が光と同じ周波数で振動し始め、粒子は新たに同じ周波数の波を放ち、青の光を増幅して散乱させるという連鎖反応を起こします。ナノ構造体は様々な形や大きさの波長を散乱させますが、一般的に高エネルギーの波長を散乱しやすいため、構造色としては青が最も頻繁に観察されます。一方、赤のような低エネルギー波長は弱く散乱されるだけですので、赤を強く散乱するナノ構造が進化により作り出されても、その粒子は他の波長と共鳴してしまい、照明や見る角度に頼らなければ赤に見えません。つまり自然界で最も希少な色に挙げられるのは、吸収に起因する光沢のない青と、構造に起因する玉虫色の中の赤です。2つのうちでは構造色の赤の方がはるかに希少です。赤の光を散乱させる動物や岩石はほんのわずかしか存在せず、さらに赤の光だけを散乱させるものはありません。ただ赤と青は吸収に起因する色としてはありふれていて、よく目にするのです。では2つのプロセス両方において最も希少な色は何色でしょうか？答えはスミレ色、バイオレットです。紫、パープルとは違います。紫は赤と青を混ぜるだけでできます。スミレ色は可視光線スペクトルのごく狭い範囲の色であり、スミレ色の光だけを散乱できるナノ構造体はごくわずかしか存在しません。さらにスミレ色は青よりももっとエネルギーが高く、色素に吸収されやすいのです。もし大紫の羽がスミレ色に輝いているのを見つけたら、それは自然界で最も珍しい色の一つです。ぜひ足を止めてその色をめでてください。テッドエドは質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。